どうも、今回は俳優の成田凌さんの性格、恋愛運、運勢を見ていきたいなと思います。成田凌さんの性格は明るく快活で楽しいことを追い求める性格です。柔軟性があり変化が好きで毎日を充実させようとします。人とはすぐに仲良くなりそうですが、意外に警戒心が強いため、ある一定の距離を持ちゆっくりと相手を観察します。また見た目よりもともとの気質が真面目なので暴走することもありませんから、トラブルはまずないでしょう。おおらかな面と神経質な面の両方を持ち合わせ、その場に合わせて切り替え、周囲と合わせていきます。その二面性が魅力となり、たくさんの人を引きつけます。行動力がある方で、思い立ったらじっとしていられずすぐに実行します。失敗してもかえってそれをバネにする意志の強さがあり、自分の欲しいものはほとんど手に入れていきます。自分に強い自信があり、才能にも恵まれていて、専門的な分野で活躍します。時代の流れにも敏感なので、努力すればそのまま成功をつかめるでしょう。素直でユーモアセンスにあふれ、多くの人とすぐに打ち解けられる社交性を持ちます。その反面、印象とは違い情に流されることがなく、本音は絶対に見せようとしません。口も固く思いつきで会話をしているように見せかけて、発言はかなり慎重で言葉を選びます。責任感があり、引き受けたことはきちんと行うので人から信頼されます。次に成田凌さんの恋愛運を見ていきたいなと思います。女性に対して厳しいところがあり、男女を区別しないで対等に扱います。女性の涙も何の役にも立たず、かえってわざとらしく鬱陶しい人だと思いがちです。お色気ムンムンの女性よりさっぱりとした活発な女性を好みます。甘えられるのも甘えるのも苦手なのですが、一人でいるのも寂しいタイプなので、なんとなく一緒にそばにいるのが一番いい恋愛の形です。恋には基本的に受け身なので、アプローチをされて初めて考えるようなところがあります。最後に成田凌さんの運勢を見ていきたいなと思います。意志が強く独立独歩で前進し、若い頃の頑張りが実を結び、中年期以降に大成する人生です。富を得られ大いに栄えるでしょう。性格も親分肌で、人の面倒見がいいので周囲から尊敬され信頼を得られます。ただ派手に行動するために人から反感を買いやすく、妬みも多いために煩わしいこともありますが、自分の能力がありすぎるからだと楽観的に捉え、気にするのをやめましょう。仕事はよくでき、事業の才能もあり、新しいアイデアが次々と浮かんでは、それを生かして利益を得て事業家として大成するでしょう。今回は俳優の成田凌さんの性格、恋愛運、運勢を見ていきました。